相続税の算出などに使われる路線価が発表されました一等地の地価を示す最高路線価は博多駅や北九州市の小倉で上昇が続く一方天神は今年も横ばいとなっています福岡県内各税務署の最高路線価で最も上昇率が高かったのは福岡市早良区西陣四丁目の明治通りプラリバの前で上昇率は14.8% 地下は1平米100万円を超えました。国税局が今日発表したのは、今年1月1日時点の公示地価を元にした路線価です。福岡県全体の地価は8年連続で上昇していて、県内に18ある税務署管内の最高路線価は博多区博多駅前2丁目の住吉通りや北九州市、小倉、北区、京町3丁目の平和通りなど8地点で上昇しました。一方！ 県内の最高路線価は42年連続で福岡市中央区天神2丁目の渡辺通りですが地価は1平方メートル当たり880万円が3年続いていて頭打ちとの見方もあります。